はい、今回ノモスたちは、ウゴロ島本島の方に行きたいと思います。ちょっと風が強いですが、楽しんでいきたいと思います。珍しくね、ウールの方にやってきました。今日予報では、10メートルの北の風が吹く予報だったんで、ちょっとね、旗裏の白いワットの人に上がりました。普段のもね、こういう場所釣りちょっとね、やり慣れてないんでね、ちょっとどうなるか、ちょっと不安もある、ちょっと楽しみ。沖ノ島ウールエリアが、中魚台がちょっと解禁になったみたいなんで、まあ、自分としては収穫剤もちょっと使ってみてやってみようかなと思います。ではとりあえず、白い岩の場所も島にあります。はい、ノモス、今回ね、珍しくウグル島に行ってきました。はい、こちらです。で、今回上がった磯が有名な、そうですね、白い岩です。この辺にね、両型のオナガが潜んでると、ね、よく言われてますね。ただね、ノモスもね、こちらでちょっとやってみたかったんですが、対岸にね、ちょっとお客さんもいたんで、まあカメラの都合もあって、今回は船着きの方で、やってみようかなと思います。この日ね、風がね、結構強くてね、風裏かなと思ったんですが、横風、爆風で、自分の釣りというかがなかなかね、できなかったんですが、では行ってみましょう。よろしくお願いします。はい、白い岩前傾になります。はい、こんな感じです。ロモス一丁船着きで釣り構えています。本来はこちらです。本当のポイントはね、ちょっと足場高いんですが、まあこれ有名なオーバーハングになっている場所ですね。まあね、ちょっとこっちでね、カメラ撮れたんですがね、対岸にもちょっと他の釣り人がいるんでね、ノモスは今回船着きの方でやっていきたいと思います。はい、こんな感じです。とりあえずちょっと横風は回ってきてますが、大きい人から比べると全然ちょっと慣れてない場所なんですが、楽しんでやっていきたいと思います。じゃあ今回、ウゴル白いはよろしくお願いします。今回ノモス、ベスピナですね、2500番です。ミチトラインシステム 2.5 号です。さあ、極小 1.7 号ですね。はい、で、浮きが鬼掛けの B で、針は鬼掛けのスルメサグリグレ、これ7号です。はい、で、ハリスがラインシステムの 2.5 号と一応3号構えてます。で、とりあえずね、ここまではまあね、ボイル2角のアミエビ4キロ2角、はい、まあこれで時間があればちょっと収魚台もちょっと使っていきたいなと思います。ちょっと風がね、出てきたんで、安全第一で頑張っていきたいと思います。みんなやってみるかい。
よ。あー、足元におんちゃわいっちゅうもにゃ。これに4番なんとかちょっと風裏の方へね逃げてきて、ちょっと早めに、ね、弁当食べたいと思います。無理、もう爆風でちょっとね、ノーモさんはもうちょっとこうさらしの向こうに投げて、まあお腹じゃなくていいんですよ。まあね、口ないし、まあ潔とかそれなりに楽しめたらなと思うんですけど、この風よ、俺は無理で、こんなもん仕掛け飛ばんしね、足元を親ピッタンになんかやられまくって、まず弁当いただきたいと思います。これ厳しいね、風がね、ほんとやばいんでね、仕掛けがなぜのところに餌がないんで、餌飛びはめちゃくちゃおるわですよ。こういうところ慣れてないんで、いつもやったらこう遠投するとかでなんとかかわしたりするんですけど、難しいですね。風のおかげで負けたいところに負けないですね。あの辺投げたいなと思っても、そこに行かんとね。いいよいいよじゃ。横風がね、すごいんでね。なんかこう、一匹やり取りしたいですけどね。繊維喪失してますね。これからこういうエリアって風が吹くんですよ。そういう時にね、集合剤 OK になったんで、ちょっと遠投してみたらなんか面白いかなって。この風じゃちょっとね、厳しいですね、遠投も。このままやっても枝飛ばんし。集合剤入りを、早速試してみます。やろうか。よし、行こう。はい、ってことで早速集合剤、ちょっと。サクサクっと待ってみました。これでね、まあまあそこそこ思うところまでね、キャストできればいいかなと思います。ではやってみましょう。
ダム。おーの。見たさっきの。ねえ、キツでもよかったんでね、ちょっと顔見たかったっすね。また焦げつや。こいつが多い、ほんまに。ノーモーズハンドにうんこするから。早ひりゅうひりゅう。いや、ぼったりじゃか。いや。いやいや。ちゃんと考えちゃってよかったですね、僕。よいしょ。最後の対応でね、バッカンぶちまけて終わりました。ちょうどいい農家になりました。ありがとうございました。はい、じゃあ片付けしたいと思います。残念ながらダメでしたね。プチブトとかね、あとあれ、脇グレとかね、まあイサギとかでもね、釣れてくれたらよかったんですけどね。下のプールで片付けします。なんか釣れたかったですね。まあこれから風がね吹く時期なんで、もうそれはもう仕方ないんですが、ちょっとこう釣り日和の時にね、もう一回上がれる機会があれば来てみたい。その時はね、もうなんとかこう遠投でね、遠投でなんかね釣れたらなって。今日はもう予報がねあれやったんでね、分かった上で来たんですが、1匹は釣れたらいいのに。いいよ、一番マックスはバッカンカヤスはもう、まあええわ、いい経験って言ったらいい経験だね。よっしゃ、まあね、普段からこういうエリアちょっとね決まれてないんでね、まあ、これからちょっとこういう場所もねいろいろやっていったらね、もっとノモスのスキルも上がるかもしれないんでね。あぶっ、ふぅ、今回、ウグル島の白い輪で一釣りやってみました。ね、ちょっと釣果はねなかったんですがね、最後までご視聴ありがとうございました。またね。
白いはリベンジじゃ。